皆さんこんにちは。今日もフィリピンパラワンとプエルトプリンセサからお送りしています。今ね、夕方ぐらいなんですけど、ちょっと用事済まして帰ってきたところで、自宅のこの東屋久保からお送りしています。で、今日もね、夕べいただいたメールを一件ね、ちょっと読んでいきます。タイトルがジジイよりってタイトルなんですけど、読んでいきます。誠さんこんにちは。神奈川県の片田舎、山川の小屋のような持ち家に住む72歳のジジイです。一人のフィリピーナと遠距離恋愛しています。彼女とは2020年の1月、私が初めてマニラに友達に連れて行ってもらった時に KTV で出会いました。日本語が上手な26歳の子でした。3月にも行く予定だったのですが、パンデミックとなってしまい、マニラ行きを果たせませんでした。しかし彼女の Facebook を教えてもらっていたために、Facebook でのやり取りが続きました。Facebook 自体が私には難解なものだったのですが、仲間に手助けしてもらい、使い方も覚えました。彼女の店も客が来ないために仕事がなくなるという、大変な状況になったということを彼女から聞きました。生活もままならず、マニラに借りていたアパートも出て行かなくてはいけないということでした。私のことを自分の恋人だと言ってくれている彼女に、どうにもやりきれずに彼女に援助することに決めました。毎月4万円を彼女に送金することにしたのです。それからパンデミックが明け、そして今でも毎月4万円を送金しています。円が安くなった時にペソの額は減ってしまいましたが、それは彼女に説明して納得してもらっていました。今年の4月、先月、渡航の金が貯まり、マニラにやっと行くことができました。私が泊まっていたのはロスマンズホテルという安ホテルですが、そこに3泊している間、彼女はずっと一緒にいてくれました。最初の晩はもちろん私たちの初夜でした。はい。彼女の実家のブラカンにも一度行ってきました。彼女全員が歓迎してくれました。本当に夢を見ているような3泊でした。毎月渡している4万円とは別に、彼女に2万円を渡したり、また実家の方に行った時に、皆をバーベキュー屋に連れて行ったりで、いろいろと散財しましたが、帰りには残っていた所持金から、空港から家に帰るまでの交通費以外の1万数千円を彼女に全部渡そうとしたのですが、何かの時にお金は持ってなきゃダメだからと言って受け取りませんでした。今現在も彼女は KTV には戻っておりません。日本人が少なく、働いていても基本給しか出ないような状態なので、実家の方でいろいろと手伝いながら暮らしているのです。これからも私は彼女に対して援助を続けていきます。彼女に他に男がいようが、もしフィリピン人の旦那がいようが、そんなことは私には関係ありません。毎月彼女の生活のために4万円を送り、週に一度ビデオチャットで彼女と話し、それだけで今の私には生きがいになっております。本当でしたらもっと頻繁にマニラに行きたいのですが、年金が手取りで12万円しかない私にとって、4万円を送ると8万円しか残りません。貯蓄もさほどないためギリギリの生活です。金が貯められたら年に一度でも彼女に会いに行こうと節約に努めています。バカだとか騙されているだとかいろいろな意見があるでしょうけれども、ジジイになるとこんな楽しみ方もあります。週に一度の約1時間のビデオチャットのために2日も前からワクワクソワソワしているのです。来年も4月か5月頃には彼女に会いにマニラに行くように頑張ってお金を貯めています。節約も全く苦にはなりません。
70を過ぎて青春時代に戻ったような気持ちでおります。誠さん、こんなジジイもいます。人生楽しくなければですよね、うん、追伸、日本にいる仲間からは12万円もあればフィリピンに移住して彼女と一緒に暮らせるのではないか、トライしてみればなどと言われることもありますが、4年以上も続いてきたこういう関係を壊してしまいそうで、なかなか踏み切ることもできません。失礼しました、というこういうねメールです。72歳の子で4年前だから68歳の時に彼女と出会ったのかな、その時に26歳だったのかな、KTV で出会った。日本語が上手なのね、コミュニケーション取れるからいいですね、日本語できるとね。あ、3月に行く予定だったけど、パンデミックちょうど始まってましたからね、 Facebook でねやり取りをする。あ、僕もね Facebook ねアカウントあるんですけど使ってないんですね。でたまにあの Facebook で友達申請っていうのをしてくれる方がいるんですけれども、僕はあの全く Facebook にタッチしてませんので、あの無視してるっていうふうに取られるとあれなんだけど、すいません、僕 Facebook は使っていません。ちょっと話それました。Facebook を覚えて、あ、彼女がね仕事がないから実家の方に帰ってる、うん、で毎月4万円を送金するって、2020年からでしょ、今年4年だから、ね、もう48、50回ぐらい送金してんだ。ねえ、すごいですね。うんうん。今でも送ってる。あ、まあね、円が弱くなっちゃってるから、額はね、ペソは減りますよね。マニラにやっと行くことができた。先月ね、ロスマンズホテル、アドリアティコのあるとこね。まあよくね、僕も泊まってたことありますけど。三泊、彼女ずっとに一緒にいてくれた。よかったですね。で、彼女の実家にも行ってきた。家族全員が歓迎してくれました。ね。本当に夢を見ているような三泊でした。そうですよね。50ヶ月もね、そうやって続けてきて、やっと一緒に過ごせた三泊。うん。楽しかったでしょうね。うん。あ、初夜だって書いてあるけど。はい。うんうん。ねえ。なるほどね。今でも彼女は、あ、実家の方にいるんだ。うんうん。他に男がいようが、もしフィリピン人の旦那がいようが、そんなこと私には関係ありませんって。いい、ここまで割り切れてれば。素晴らしい。彼女の生活のために4万円送り、週に1回ビデオチャットで彼女と話し、それだけで今の私には生きがいになっております。まあそういう形もあるでしょうね。ね、本当だったらもっと頻繁にマニラに行きたいけど、あ、年金が手取り12万円しかない中で4万円送っちゃってる。8万円で生活してる。まあ節約すりゃね、ちょっとずつ貯められるんでしょうね。今航空券もね、だいぶ安いのが出てきてるから、年に1回ぐらいはね、来れるんじゃないでしょうかね。うんうん。まあ、ギリギリの生活をしてる。これがいいね。バカだとか騙されているだとかいろいろな意見があるでしょうけど、けれども、じじいになるとこんな楽しみ方もありましてね。週に一度の約1時間のビデオチャットのために2日も前からワクワクソワソワしている。うん。来年もね、マニラ来ようと思ってる。節約苦にならない。70過ぎて青春時代に戻ったような気持ちでいる。うん、人生楽しくですね。結構この方はこれで充実した生活送ってるのかなと思いますね。うん。推進のとこがあるんだ。あ、仲間からね、12万もあればフィリピンに移住して彼女と一緒に暮らす。あ、そうですよね。12万円もあればね、なんか手頃なアパートを借りて、夜遊びするわけでもなければ生活は楽にしていけますよね。12万円って今いくらなの ?4 万ペソ以上になるからね。うん。結構高収入の方ですよね。フィリピンにしてみればね。
あ、トライしてみればって言われるけど、4年以上続いてきた交友関係を壊してしまいそうで、なかなか踏み切ることもできません。まあ、考え方いろいろでしょうね。今の生活で満足してるんだったら続けていくもよし、もっと彼女とずっと一緒にいたいって言うんだったら一回トライして、うん、ダメになっちゃうかもしれないですよね。いろいろ。ね、やっぱり一緒にいると見えてくる嫌な部分っていうのがお互いにあると思うんですよね。だから、この先月、ロスマンズホテルにいた3泊っていうのは、たった3泊だから嫌なところがをお互いに出さないだとか、ね、ところがずっと一緒にいるとやっぱり素の自分というのをどうしてもね、出ちゃう部分もあるし、それがね、ちょっと目についてしまうと我慢できなくなる。それお互いにね、そういうこともあるかもしれないけれども、でもそうやって相手の嫌なところも全部見て受け入れて、丸ごと相手のことをね、好きでいられるっていう風になったら、これ本物だとは思いますけどね。お互いに。うん。どれだけお互いに相手のことを優しくなれるかっていうので。うん。ただ怖いっていうのもね、壊れてしまいそうで怖いっていうのもわかりますね。うん。僕のね、知ってる方でもずっとこう、ね、フィリピンの彼女に送金しているっていう方がいますけれども、その方もそういう気持ちなのかな。うん。うん、いろいろな形がありますね。ただ、ね、自分が生活できなくなるような状況にならない、無理のない程度ってことですよね、この4枚送っているのはね。で、楽しんでいられるんだったらいいんじゃないですかね。ワクワクして過ごしてられるっていうことでしょ？ビデオチャットのために2日も前からワクワクしてるってことは、週に3日はワクワクしてるってことだから、うん、それはそれでいいと思うけど、僕だったら行っちゃうけどね。フィリピンに来ちゃうけどね。一緒に住もうぜって言ってね。うちは、持ち家って書いてありましたね、確か。山小屋のような、山側の小屋のような持ち家。ね、そこ取っといて。玉砕したら日本に帰ってくる。あ、でも玉砕しちゃったらその週に一度の楽しみもなくなっちゃうか。難しいな。まあ、どうしろこうしろとは僕は言えないですけど、でも、楽しくね、過ごしていければいいですね。うん。まあでも12枚のうちから8枚送っちゃってるって、まあ、まあそれはね、このメールいただいた方の判断でね、楽しくね、これからも過ごしていければいいですね。うん、ただね、ちょこちょこっと探って、もし俺がそっちに行ってアパート借りたらどうって一緒に住めるぐらいのこと、ちょっと感触を聞いてみる。もしね、本当に、僕この文面から見るとね、友達に言われてるって言うけど、本当は自分でそういうことをちょっと考えてるんじゃないかな、思うんですよ。だから、もしっていう形でね、その彼女に聞いてみて、ちょっと感触を探ってみるっていうのもいいんじゃないかな。うん、だって今、例えば年一回来れたとして、3泊4泊一緒にいられるだけでしょ？例えば一緒に住んで、1年365日一緒にいられるって言ったら、年に3泊から比べれば100倍も1年で楽しめるわけでしょ？それは単純計算だけどね、嫌な部分、嫌だなと思ってる日にちも、そのうちの何分の1かはあるかもしれないけれども、でも、僕はなんかそう、リアルな部分っていうのを追っかけてしまうな。うん、多分そうでしょ。自分で考えてんでしょ。12万持ってフィリピンに来て彼女を取って言って。ただその時は、このね、文中でも言ってるけど、他に男がいるんじゃないかとか、他に男、日本人の男だとややこしいね。フィリピン人の旦那がいたとしても、フィリピン人の男っていうのはそういうのね、我慢できて、兄弟みたいな顔する人も結構多いんでね、金のためにね。うん。まあ、聞いてみたらどうですか？徐々に徐々に。もしそういうのね、本当に考えているんだったら、と思います。はい。まあ、どっちにしろね、人生楽しくなければ、ね、はい、僕もそう思って日々生きております。今日はこの辺で失礼します。
Hey.